1, 2, 3。 明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花。五人林の笛太鼓、いかがだったでしょうか。嬉しいひな祭り超簡単バージョンでやってみました。出てくるコードは4つですよ、4つ。ちょっと見てみましょう。はい、いつものことなんですけど、これからやるかっこいいバージョンと一緒の楽譜になってますんでね、上の段が今やったやつ、下の段はこれからやるんですよ。ほら、ワンブロックにコード4つ入ってるでしょ。だから 1,2,3,4 と弾いていくんで、ちょっとこれからやるのは難しいです。今のは上の段なんで結構簡単だと思います。今のはね、イントロとか間奏も抜いたんでさらにシンプルです。後半やるのはこのかっこいいイントロも入れますよ。かっこいいっていうかね、あの前奏です、前奏、間奏と前奏もやります。今のは本編だけやりました。参考までにメモってください。はい、これ1番で、この2行で1番ですね。今ここは端折りましたけれども、これ間奏です。で、ここ2番やりました。で、もっと曲長いんですけど、フルでやりたい方はこれコード進行一緒ですので、書き出してみてください。一時停止でメモってください。はい。いいかな？はい。シンプルですよ、曲の構成は。はい。出てくるコードはですね、Am、F、Dm、E7。この4つなんですけど、Am と F と Dm と E7。これはですね、比較的っていうか、もうバッチリ入門コードのうちに収まってると思います。ここに書いてあります。ガゼレレ必須コードというものを覚えていただきたいんですよ。それをまとめている動画をここにリンク貼っておきましょう。ガゼレレ必須コードという、わかりやすく私が丁寧に教えておりますので、さっきのところでちょっとお勉強してみてください。それでは早速この流れで、前奏と間奏を入れたコード進行もちょっと変わっている、かっこいいバージョンをやってみます。1、2、3、はい。ペンペン。ペンペンペンペケペン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 。ほい。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人林の笛太鼓。でしょうか。ちょっと忙しいコードが、じゃんじゃん、こう4つ1個ずつコードが変わるっていうのをね、ちょっとテロップで確認して、やってみてください。まあ最初にやった簡単バージョンでも十分だと思いますけれどもね、はい、いろんなバリエーションで、やってみるのも面白いかと思います。これはちっちゃいお子様でもちょっと頑張ればできると思いますよ。もし難しそうだったら、ずっと Am を押さえてですね、ずっと Am で歌でガーッと盛り上げていきましょう。はい、ひな祭りね、
女の子はおめでとうございますね。本当に嬉しいひな祭り、ぜひ家族でやってみてください、はい、さあお知らせです。この本出てますからね。はい、子供と歌おうソングブックがリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。 Amazon でもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、あ、開催中じゃない、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。2023年ガゼレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。あといつもねガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。